とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーボスラッシュ、やっていきたいと思います。今シーズンも、なんとかクリアしたいですね。22回までです。1回は、ネクロマンサー。落としやすそう。落とせるでしょ、これ。ちょっと待ってよ。端っこからな、よしよし、ちょっと待って、移動しろ、移動しろ。もうちょっと、移動してくれれば、落とせると思うんだけどな。ちょっと、もうちょっと端っこ行ってくんない？そうそうそう、そこそこそこ。よっしゃ、オッケー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 。次は、伸び、落とせ、よし、オッケー。出現と同時に落とす。いい感じじゃないですか？多分ね、今回のボスラッシュ、これがあると余裕だと思うんだよね。うん。乱射プラス、で、ドラが次出てくるよね。乱射とドラ、おーい！ドラがあればいける。落とせるね、これ落とせるでしょ？ちょっと待って。えらいな場所に行っとるな。待って！待てって。もうあいつ。落とせんのよ、これ。よっしゃー。で、伸びね。はいはいはい。落とせ、落とせ、落とせ。伸びも、落とせ、オッケー。でも、矢がもう、残り23か。少ねえなー。次、誰が来る？あ、違うか。ドラはこの次か。マップドラフトでダメージ稼ぎましょう。どこに出る？そこか。エボかね。はいはい。いいんじゃない？いやー、これは、ちょっと待って待って待って。できるだけ矢は使いたくない。うん。エボーカーごときにね。こいつごときに。矢は使いたくないのよ。いいね。エボーカーの、ペアは、あれか、エンダーセントだ。いや、めんどくせえな。よし、オッケー。待て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 、だいぶ減ったぞ。そこ？オッケー。いいんじゃない？ちょっと矢がもったいないので、アップドラフトで倒しましょうか。ちょっと時間かかるけどね。これでエンダーセント撃破です。オッケー。だいぶ矢を節約できたね。残り33。33か。まあまあいいや。ドラはもちろん必要です。次何？そろそろガストとか出てきそうな気するけどね。エボーカー、あー、また？またかい。あ、でもまあ、ドラが入ってるので、戦いやすくはなるよ。うん。よし、オッケー。極力ドラを入れて、倒すようにしようかな。アップドラフトを当てるようにね。で、もちろん、エンダーセントは、はい。アップドラフトで倒して矢を温存するという感じですね。よし、いいんじゃない。では、ちょっと時間かかるけども、エンダーセントもアップドラフトでいきます。よし、これでエンダーセントおしまいですね。オッケー、一発でむちゃくちゃ食らうな。やばいな、あいつ。よし。いらないよね。うんうん。やりがある、やりがある。うん。やりでいいです。次。なんだ。次は。おーい！ちょっと待って、同時かい。やめろ。マジで？同時に出んの？
やばい、これ完全にやばい。ちょっと待て、なんかエンチャントをしっかり入れていけ。まずいな、マジか。あ、でもまあ、うんうん、ある程度の距離を保ちながらドラと置いて、うんと、ドラとアップドラフト入れていけばいけるやろ。よし、 OK。 うん、とりあえず一体どっちかを倒せばいけるよね。でもここか、厳しいな。 OK、 いけ、もう一気に攻める。よし、 OK、 OK。 もう手加減すんな、手加減なしで。もっ、ちょっと、よっしゃ。まあまあ、矢は若干使ったけども、いけるでしょう。まだ序盤だぞ序盤で結構つらい。これです、やっぱポーションバリ、あー、そうか。まあいいや、とりあえずポーションバリアさえあればちょっとはマシかな。上かい、ホースマン、オッケー。ここはよし、ボーナスステージですね。39本、うん、まあちょっと矢を増やしたいところだね。ストーンゴレム終わり。 TNT 持っていっても、あ、まあまあまあ意味はあるか。うん、一発目で吹っ飛ばしましょう。で、穴とかあればね、落とせばいいしね。落とせないか、難しいか。槍は絶対いる。オッケー、あ、ボスじゃん、ボスじゃん。なら TNT いりませんよ、もちろん。うん、で、アップドラフトとドラを使いやすくするためにクールダウンは入れましょう。で、大釜、まあ、ドラ使ってアップドラフトと弓を使えば問題ないでしょう。出る場所は若干違う、あ、一緒か。 OK、 うん、おっしゃー。ここの雑魚を倒しまって、いやいや無理だ、雑魚倒しまくって矢を取ろうかと思ったけど、そんな余裕はない。ちょっとね、アップドラフト、いや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 、違うわ。うん、違う違う。何？ガスト最悪。ちょっと待って。おーい。ちょっと待って。どこだ本物は？そこか。おー、倒した倒した。ワンパンかい。どうやっていく？当たる？ここ、あ、当たるじゃん当たるじゃん、はめたはめた。いや、これ普通に行くと無理だよ。なるほどね、これは普通にやると厳しいけども、地形を使っていけばなんとかなる。 OK、 持っていけ。よし、10回まで来ました。いるよね、いるよね。おう、雑魚出してくるやつにはいるわな。なんでしょうか、次は。あ、ホースマン、オッケーオッケー。よし、ゴーレム撃破。 TNT はもうないね。で、11回、よし、半分まで来たよ。いける、今回もなんかいけそうな気がするわ。うん、早い早い、いらんかな、いきまーす。そこが、ちょっと、おーいって、ガストかい。ちょっと、あーあー、おーい、むちゃくちゃ減るじゃん、むちゃくちゃ減るぞ。どうしたそれ、ちょっと待って、おーいって。とりあえずどっちか倒さんとこれ無理よ。え、どこ、本物がどこにいるかわからん。よし、あば、もうなんだこれ。わかったわかった、もうガストを最初に倒そう。よし、オッケー、うんうん、
もう一気に行くしかないのよ、ここは。もう、ちょっと待って。減りすぎやろ。ちょっと待って、減りすぎ、減りすぎ。そんなん倒せるはずない。おっしゃ、あっぶねえ。いや、舐めてたらマジですぐ死ぬ。無理。まあ、アップドラフトが、若干ダメージなくなってるんで、もう。いやー、ちょっと待って、いや、火力だよ。火力。いや、ひでえな。敵の強さがひでえわ。またもう、勘弁してよ。オッケー。どこだ、どこ、本物、そっちか。どこだ、本物は。あ、お前か。はい、ちょっと待って。あんまり矢は使いたくないの。あー、うっそ。ワンパンかい。ちょっと待って。あ、落ちた。あ、落ちたわ、あいつ。よかったー。はい。ブラインドがもう本当にうざい。いやー、うまいこと落ちてくれたけどさ。これかなりピンチになったよ。エリクサーの方がいいような気がするな。いや、エリクサーでしょ。エリクサーで、もう、いざとなった時に、影化しちゃえば、ちょっとマシだもんね。防具が欲しい。次、防具出るのいつ？まだ先か。厳しい。まあ、ここはいけるね。あと一回やられたら終わりじゃん。よし、影の武竜で一応ね、保険はついてます。はい、まだいるよね。よし、いいんじゃない。いいよ、 OK、 いいと思う。最高だ。スノーアーマー絶対いるよ、絶対いる。ポーションバリアありがたい、本当にありがたい。サプライズギフトも一応入れとけね。変なの来んなよ、頼むからね。何？オッケー。この感じはさ、多分なんか来る。行きましょう。何が来る？おーい。おっしゃー。いけた。名もなき者が来やがったか。危ないな。ボスラッシュだからね。いや、地雷もいいと思うんだ。でも、結構もうね、下完成されてんのよね。となると、いや、武器もね、微妙だな。そのまんま行きます。90本あるんで、大丈夫でしょう。で、いざという時の影の武竜もある。エンダーマンか。エンダーマンのセットは誰だっけ？エンダーマンのセットは忘れた。まあいいや。こっち？いた。よっしゃ。いいんじゃない？あー！ちょっと待って。嘘。嘘だろ。ちょっと待てよ。まず。いや、これダメージ全然入らんわ。近接ダメージ全くダメ。これ皆無。これ弓で倒すしかないよ。オッケー。あ、加速がついてるのね。あ、オッケー。ザコが出てこない。でも次はなんかザコが出てくる気がする。よし、オッケー。森のやつで。
あぶなーい。あぶねーなー。まさかの、こうも連続でボスが出てくるか。やり、やり、やり。絶対やり。そうね。まあまあ、虚無だろうね。1でいい、1でいい、1でいい。何が来る？次は？え？よし！絶対なんか来るでしょ。ネームドが。あー、はいはいはい。ちょっとそこ戦いづらいって。戦いに行くか、ここ。動ける場所がこの180度しかないっていうのが、やばい。これ完全にやばいわ。うん。よし、オッケー。これで、ちょっと、あー、無理か、時間が。よし。待て待て待て。ポーションバリア入ってるよね。オッケー。うーん、ちょっと矢がもったいなかったけど、あ、出てる。もういいんじゃない？矢がもったいないなと思ったけども、いいです、仕方ない。これプレ、うーん、いやいやいや、プレートアーマーもいいけど、ポーションバリアないんだよね。次何が来る？もうすごいのが来だしたよ。これも絶対なんか来るね。この後必ず何かが来る。よし、オッケーオッケー。パワーポーションもあるし、ドラもついてる。いや、戦いに行くぞ。何が来る？オッケー、任せとけ。オッケー、いいぞ。矢は100本あります。これぐらいあれば十分。ちょっと待てよー。ポーションバリアの方が重要な気がするんだけども。いや、ポーションバリアで行こう。いざとなった時がね、怖いわ。ポーションバリアないと。なんすか？伸びが、そんな感じでいるのね。ちょっと待って。落とせ。よし。何が来る？おお、さっきいたよね。さっきいたのに。よし。そのまま、押せ押せ、いける。よし、矢はまだある。まだあるぞ。いらんでしょ？ね。間違えた。ちょっと回復するまで待ちます。よし、回復しました。では行きましょう。パワーポーション欲しいな。出ないか。エルダーガーディアン、ま、よし、オッケー。え、じゃあ何だったっけ。エルダーガーディアンの次は、あ、レッドストーンの怪物か。まあまあいいでしょう。そこのね、いや、これ近接じゃ無理だわ。やべえな。オッケーオッケー。ああ、やっぱ長弾ついててよかった。オッケー。ちょっとね、矢がもったいないかなと思ったけども、うん、そんなこと言ってる場合じゃないね。で、83本、まあ、次で93なんで、あ、違う、もうボスだわ。うん、あ、OK。これはもう、うん、クリアしたも同然だね。いやー、なかなかの感じだったよ、今回。エンチャントをちょっと入れましょうか。でも、何入れる？あ、長弾は入れてもいいね。これの、これか。うん。あとは別に、まあ、入れることもないだろうけども。ナイス。
パワーポーション出てきてくれたらもう速攻だね。よし、オッケー。あれ、次でいける。次で倒せます、間違いない。いやー、すごく簡単に感じるなこいつだけとかだったら。よし、はい、ではボスダッシュクリアです。結構きつかったね今回。序盤がとにかくやばかった気がしますね。では報酬を見て終わります。なんだ、いいのが来てくれれば嬉しいけども、あー、ダメ、爆発か。弓に爆発つきやすいよな。あー、8、いいんじゃない。虚無、スイフトストライカーの8でいいんじゃないですかね。使うかどうかわかんないけども。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。